エリンの守護者、栄光のフィオナ騎士団の王座、ヌアザに勝利せしはぬ、ヒンマクール、ここに限界した。よろしく頼むよ、マスター。よし、冥界の馬までなら私一人で倒せる程度の力を得た。ありがとう、マスター。悪くないな。これで魔法のイノシシぐらいなら私一人で倒せるようになったろう。これだ、最盛期の私に近くなった。霊落せし神霊アレーンさえ今の私であれば再び倒すことが可能だよ。君は素晴らしいマスターだ。今や私は我が血脈の真祖たる先人ヌアザとの一騎打ちさえ果たすだろう。君が戦いを望むならば、エリンの守護者たる私が力を貸そう。マスター、君の目的は私の好む高潔さに満ちている。私は騎士だ。かつてはエリンのハイキングに仕え、大地と人々の守護を仰せつかった。君はかのハイキングのように私を使いこなせるかな。私はエリンの大英雄だが騎士でもある。誰かに仕えることはやぶさかではないし、結果として向こうの人々のために働けるのであれば何の異論もないさ。ディルムッド・オーディナ、我がフィオナ騎士団随一の騎士、再び彼と共に戦う日が来ようとは。なんと、我が王フィン・マックールよ。こたびもまた共に戦えると光栄の至りです。ところで、まさかお妃様も。いや、何でもありません。君のサーバントには美しい人が多いね。しかし、いけない。私の美しさは、彼女らの美しさとは今って悲劇の運命を呼び込んでしまう。私が好むのは公正、正道、高潔、そして優美であることかな。嫌いなもの？いや、私はあまり何かを嫌うということはなくてね。ああ、しかし裏切りは良くないな。人は誰かの信頼を裏切るべきではないよ。万能の願望来たるものが存在するとして、私はそうだな、女難の運命を変えたいかな。見ての通り、私は美しいからね、多くの悲劇を生み出してしまったんだ。感じる。これは美女の気配か。フィオナ騎士団、その名は君も知っているだろう。エリン、現在でいうアイルランドを守護した栄光の騎士団さ。フィオナ騎士団には公正、高潔の騎士たちが集っていてね、いずれも誇るべき勇士たちだった。今もまぶたを閉じれば全員の顔を思い出す。大英雄と呼ばれた私は確かに多くの邪悪な怪物を打ち倒したが、私一人ではエリンを守り抜くことはできなかった。我が騎士たちあってこそだ。あまり自慢できたことではないんだが、私はどうも女難の運命があるようでね、多くの女を泣かせてしまった。
いや、君を泣かせることはしないと誓おう、マスター。私は多くの過ちを犯したのだ。美しき姉妹をこの美貌で惑わせたこともある。第一の妻をめぐり妖精と争ったこともある。そして第三の妻グラニアをめぐり、いや、この話はやめておこう。